こんばんは。声ガサガサだわ。朝もちょっとだけ本当に10分ぐらいやったんですけど、朝ぶりの方は久しぶりですね。もう朝に比べてだいぶメイクもよれまして、髪の毛ももう巻きも取れて、すごく私も今とても眠いです。こんばんは。とても眠い。今日オールしたんですよ。謎のオールして、それでもう本当はね、今すぐにでも寝たいんですけど、まあ、ちょっとだけ配信してから寝ようって思ってちょっとだけ配信してから私の貴重な睡眠時間をゆっくり過ごしたいと思います。好きだねオール。まあ好きってわけじゃないんですけどね、まあ不可攻略、夜が好きなものでね。何してると思う？私ずっとコナン見てる。だから夢に殺人現場めっちゃ出てくる。ダメですね、皆さん気をつけてください。配信したら目が冴えるんですよ。それがねまた私をね夜更かしにさせる原因。困っちゃいますね困っちゃいますね。ちょっと飲み物飲もうと思ってね、今日飲んだことないやつ買ったんですよ。ブルーレモンエイド。これさ、缶なのにペットボトル、下がペットボトルに引かれました。韓国かどっかのやつなのかな。ブルーレモンエイド、ちょっと気になる。こういう青い飲み物に惹かれる私。一時、これお酒じゃないよね、ジュースだよね。ジュースですね。あんまりよく見ずに買ってしまった。あのね、一時本当に2年前ぐらいにチェリオの青いやつ見るたんびに買ってたぐらい青い飲み物が好きだったんですよ。入れます。わーい。あんまり体にはよろしくなさそう。しかもコップでか、スタバのコップ。なんか蝶だからかな、バタフライピー感すごいけど、レモンですね。いただきます。うん、レモン甘いし、レモン美味しいですね。甘い。こういうね、なんかあの人工的な味が好きなんですよいやね、飲みたくなっちゃうんですよね。今日のお供はこれを飲みながら話していきたいと思いますの服、昔のアメリカのウェイトレスさんっぽい。確かに。でもね、これワンピースなんです。全身写真メールに送ったんですけど、ああいう感じで膝丈のワンピース、上だけじゃちょっと伝わらない。確かにウェイトレスさん感あるね。ストライプです。ローソンの店員さんローソンの店員さんはもうちょっと太いかな。今日は活発に活動してました。疲れた。めちゃくちゃ歩いた気がします。でも今日はオフだったんですけど、オフらしいオフが過ごせたんじゃないかなと思います。ちゃんと世間一般的な休日と休日が被って、休日が
何を言っているんだって感じなんですけど、休日がねちゃんとできましたね。今日はいっぱい食べちゃいました、ご飯。明日から頑張ろう。また明日は LINE ライブです。6時から見てね。 LINE ライブ見てね。よろしくお願いします。研究生のお披露目と PR 舞台の発表がありますね。見るにょ、見てね。すごいいっぱい食べました。ダメだ、世の中には美味しい食べ物が溢れすぎていますね。焼き牡蠣食べたい。今日牡蠣食べたんですよ。牡蠣美味しかった。牡蠣しかもめっちゃ食べちゃった。ダメだ。バター醤油と味噌バターとグラタンの牡蠣を食べました。もうダメだ本当に。焼き牡蠣です。生はねちょっとまだ無理かな。牡蠣美味しかったです。牡蠣の旬っていつなんだろう、今ぐらいなのかな。めっちゃ美味しかったんですよね。牡蠣尽くし。牡蠣でおすすめなのは、でも私は食べてないんですけど、ガーリックとかガーリックオリーブとかめっちゃ美味しそうでした。まあでも普通にポン酢とかもいいのかも。レモンとか。旬は過ぎた。旬すぎてこんなに美味しいって広島すごいな。広島すごい。あとはもうなんか本当にね、広島グルメ食べたんですよね。あとアナゴ飯。私アナゴ飯人生で2回しか食べたことなくて、うなぎは好きなんですけどアナゴも食べました。しかもめっちゃ特大だったんですよ。なんか注文するときに、あの30分かかりますけど大丈夫ですかって言われて、準備に30分かかるぐらい特大サイズ、なんかお米1合を使ってるみたいな特大アナゴ飯を頼んで、で30分後に来て、ですごいね。でもまあでも多分男性だったらワンチャン1人でも食べれるぐらいかもしれない。私は分けたけど、めっちゃね大きかったです。美味しかった、超ボリューミー。食に対してキラキラした瞳で語るおきもいいものだ。食に対して、確かに今日は食を満喫しました。食べきれたの、食べきりましたよ。アナゴは結構あの油が少ないから結構噛み応えがありますね。しっかりしてる。美味しかったです。あと何食べたと、まあでもあとはそんなもんかな。広島は牡蠣とアナゴぐらいか。美味しかったです。ポケポって大食いだったんだ。大食いではないんですけど、あの1日1食の時とかが多いんで、なんか結構3食分食べたりする時はします。美味しかった。デザートはなんかコーヒーゼリー飲んだかな。あともみじまんじゅう、めっちゃ広島ですね。広島尽くし。あまり食べなさそうに見える。食べれちゃうんですよ。それがまあフードファイターってわけではないですけど。
グラスかわいいね。かわいいよね。これプレゼントでいただきました。かわいい。スタバ。あと水族館行ったりとかしました。アシカショーを見てきました。めっちゃ賢かった。なんか手振ってくれました、アシカが。なんかちっちゃいアシカと大きなアシカがいたんですけど、可愛かった。そういえば STU のイベントでファンの人と水族館に行くイベントがあるんですよね。クマありがとうございます。クマ結構お話し会とかで頑張ってなんか当たりたいみたいな人いらっしゃったんだけど、今日私は水族館に行ってめっちゃ楽しかったんですよ。で私あんまり水族館行ったことないから、なんだろう、何年おきって感じなんですよ。小学校の時一回行って、で10代後半ぐらいで一回行ってみたいな。だから次来るのは30代だろうなって、まあ、舞ちゃんと一緒に行ってたんですけど、舞ちゃんに言ったら今度来るよって言われてえって言ったら、あっベイベーがスペベがあったみたいな。まさか22歳のうちに静岡に2回も行くことになるとは思いませんでしたね。結構早かったです。下見かと思った。いや普通に全然私が行きたくなって行きました。スペイベ忘れ去られてて草スペイベってさ本当にね当たる人数が少ないんですよ、まあ、だからスペイベって言うんですけど、だからねなんかさそんな大勢の人が話すことじゃないんですよ。なんかもう本当にね4人ぐらいしか当たらないから、だからねなんかみんな喋んないんですよスペイベについて。忘れてました忘れてました。シークレットでした。厳選ツアーね、当たった人を楽しみましょう。パネル届いたね、今日パネル届いた人報告ツイッターとかいっぱい見ました。ありがとうございます。どうもどうも。どうして宮島行こうと思ったの。なんかなんでだろう理由はないかもしれない。牡蠣が食べたくなった。なんかほんとねスッと行けちゃうから、広島に住んでると旅行とかじゃなくてスッとノリで行っちゃいましたね。おポコが起きてきたかな。今日ツイッターにポコの写真撮りました。ぜひ見てください。結構頑張って5分ぐらい頑張って撮ったんで僕かわいすぎたありがとう牡蠣美味しかった。牡蠣食べたいな、また食べたくなってきた。ポコ太郎
可愛いでしょ、うちのジャンガリアン。なんかさ、結構よそ様のハムスターとかがさ、なんか人気あったりとかしてね、なんかめっちゃいいねとかもらってたの。おお。なんか2000いいねとか。でもさ、見た目めっちゃ一緒なんですよ、うちのハムスターと。だからね、うちのハムも可愛いから、ちょっとね、やっぱ皆さんに見てもらいたいなと思って、ちょっと頑張って、ちょっと映えな感じでね、小道具とか用意して写真撮りました。そうなんよ、走ってますね。ダメだ、もう K-POP が頭から離れない。今日はもう本当に永遠にまいちゃんがずっと歌ってて、もうダメだ。私韓国語ちょっと分かんないから空耳になっちゃうけど、もう本当に頭から離れない。ダメだ、あかん。本当にね、ずっと同じとこばっかり歌ってる。私あんまり詳しくないんですよ、 K-POP。 でもなんか本当にずっと歌ってるからちょっと覚えてきたけど、歌えない、ちょっと韓国語わかんないから歌えない。そんなずっと歌ってる、もう永遠に。チャ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 。ウォニョンさんになりたいから、自分のことをウォニョンさんだと思い込んで宮島でご飯食べてた。で後悔してた、ウォニョンさんはこんなに食べないのにって言ってた。ね、アイズワンのね。めっちゃ可愛い、アイスワンだった。私はカンヘヨンさんが好きなんだけど。K-POP はすごい美しすぎる。ポコが気になる。すごいすごいはしゃいでらっしゃる。あれ言ったっけ、私マイカー公演出演します。言ったっけ、言ってないか、まだ言ってなかったかもしれない。ぜひぜひ、あ言ったかも。朝言ったかも。私ちょっともう記憶曖昧なんで、二度も言ってたらごめんなさいね。ギフトありがとうございます、よろしく。2期が多いです。ソラハがおらんのでね、同期がいないんです。ユナユナとニホリンとリコチパセリホノタンさん、私です。待ってます、チケット取ったよ、ありがとう。ちょっと頑張ろう。久しぶりや、マイカーも。
2期多めのマイクはいいね。ね、なんか新鮮な感じ。まあ2期多めっていうか、私どっちみち同期が少ないから1期生が多いか2期生が多いかしかないんだけどそもそも、どっちかに偏ってるから、まあ、今更感はあるけど、でもあんまりね、やっぱ2期生ゆなやらとかね、まだ1回しか公演一緒に出たことないから楽しみ。そうなんですよ、ソルハがいないから、ドラさんが。四国どうだろう、なんか私の予想だと、予想ね、ゆきりかの生誕祭だから2期生が出るんじゃないか説はあるけど、私が出る可能性も十分ありえるから、ちょっと私も分かってない。汗まあでもいつでも準備できるようにちょっと踊っとこう踊っとこう踊っとこう。初恋の鍵ラララ。他のグループの同期は刺激になるの？なるよ、もちもちなるで。なんかさ、なんかさ、私セナタンツイッターで見て大人っぽくなっててびっくりした。え、セナタン髪染めてるみたいなえ、セナタン、え、ピアスみたいな、なんかセナタンが大人になってたもう私全然会ってないから、本当に多分3年ぐらい会ってないから、いつまでもなんか合法ロリなイメージだったんだけど、セナタンみたいな可愛い、でも相変わらずお顔がキュート。なんかそういう合ってないから、なんかいろいろありますね。本当に連絡取ってる他のグループのドラさんあんまいないから、もうミカニャンぐらいかな。だから他のメンバーって、他の同期ってツイッターとかでしか分かんない。マホピョンとか結構テレビとかで見かけるけど、なんかねどうだろう。あ、でもみゆみゆ、藤崎みゆちゃんはいつもいいねくれます優しいMGT のキャプテンのみゆみゆはいつもいいねくれるから、すごい優しいなと思いながらあのちょっとしたほんのりつながりを感じる、やさおって。その私のくだらないツイートにもいいねしてくれる。そうなんですよ、本当に全然もうね、あんまり接点がなくなってきてますね。切ない。やっぱコロナでなかなか会えないからな。ことない、そうなんですよ、悲しいね。まあでもちょっと SNS とかで元気にやってる姿見てたら、うんって思いますよ。私も頑張ろうってなりますよ。私さ、なんかマジで普通に多分48のファンだから、なんか自分より後輩、後から入ってきたなんかメンバー、まあ他のグループとかもそうだけど、なんか普通に推しメンができる会ったこととかないけど、なんか SNS とかなんかテレビとか見てて
えめっちゃいいって思ったりとかして、でもフォローしようかしまいか迷ってみたいな。私ね NAB のしおみんめっちゃ結構好きなんですよ。フォローしてないんですよ。でもなんかお披露目の時からめっちゃ好きで、でほのたんさんとしおみんが勝手にしおみんって呼んでるんだけどほのたんさんとしおみんがちょっとなんか歌唱力で仲良くなってて、私ね歌唱力の前に言ったんですよ、しおみんと仲良くなってきてくださいねって。そしたら仲良くなってて、自分から言ったけどなんかちょっと切なくなった私最初から好きなのにってなってましたNAB さんですね。うん、NAB さん可愛い人多いよね。可愛い人多いっていうかみんな可愛い。うん、なんか都会って感じがする大阪、うん、可愛い。友達の友達は友達理論失敗。そうよ、そうよ、友達の友達は友達ではないんだ。自分から友達になるしかないんだ。むむむむむいや私は最近 AKB の17期さんお披露目しか見てないけど、え顔面偏差値高って思いましたよ。なんかえお披露目からレベル高って、絶対未来のセンターここから出るじゃんって、なんかめっちゃ何様って感じだけど、すごいファンとしてね、 AKB48 のファンとしてねすごい思った。すごいなんかえ明るみたいな未来明るってなりましたかわいい。みんななんでなんだろう。でもね最近の JK って、まあ、JK っていうか学生ってなんか一般人でもめっちゃなんか垢抜けてるっていうか、なんなんだろう、その美容とかのなんか情報量が普及した世の中だからかわかんないですけど、すっごいね垢抜けてる。みんな周り見ても、うん、すごいすごいよね。え TikTok とかさ STU 公式が始めたじゃないですか。だからその自分もね TikTok やりなんか踊りたいからみたいな探すんですよ。こうなんか覚えようと思ってさ JK いっぱい出てくるんですけど、なんか08とか、なんかハッシュタグ08とかつけた JK たちがなんかめっちゃ可愛くていやすごいなって思いますね最近の。かわいい、うん、08、2008年生まれってこと。私も99でやろうかなハッシュタグ。ゆらちゃんやあやぽんのことも気になる。私ゆらちゃんめっちゃ尊敬してる。あのファンクラブ作ってた、なんかすごいなって思う。なんか私の中でこんな同期がこんな独り立ちしてこんな すごいお仕事バンバン一人でやってるの見て尊敬すごいってなってます。もう毎回ゆらちゃんすごいって話してる、いろんな人と。甘っ。あこれ青くならないパターン、ちょっと赤い青いかも。かき氷みたいになるかと思ったんですけど、そんなでした。一日の終わりと始めにおきちゃんに会える幸せ
いやー大げさだなって思うけど、なんかちょっと嬉しいよね。照れちゃいますよ私も。えへへえへへ。ポコさん元気ですか。ポコさん元気ですよ。ポコ今日ね写真撮るときにね寝起き起こして連れてったから、めっちゃ顔がねなんかあんま可愛くなくてね、頑張って餌あげて起こした今日写真撮るとき。なんかすごいね眠そうな顔するんですよ、なんか目がないんですよ寝起きとかあるの、だいたい巣から出た瞬間は寝起きですよ。なんか反応も遅いです、触っても何も逃げないっていうか、なんかほっぺとか触ったらいつも嫌がるんですけど、寝起きはほっぺ触っても反応がないです。ドラクエみたいな感じです、反応がないって感じ、だからその間にいっぱいこうやってウリウリウリって触って、で覚醒し始めたら動き出すんで、あのフォトスポットに連れて行きました初めてフォトスポットに連れてった、ただの寝起きのようだ。かわいいやろうちのハム。35分11時半半分ぐらい、あと30分で今日が終わる。早い早いですね。野田クリスタルさんのツイッターチェックしてる。チェックね、なんかたまにハムスターの乗ってますよね。でもキンクマなんよね、うちはジャンガリアンなんですよキンクマはちょっと大きめのハムですね。ジャンガリアンでございます、サザエでございます。じゃ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 ん。アシキンのツイッターでポコ太郎かわいいってつぶやいてたよアシキンすごい中の人がすごいあのユーモアな方ですね。本名ポコマンじゃなかった、違うよ本名はポコ太郎だよ、ミスだけどね。本名はポコ太郎でございます。もし 2匹目をもし飼うとしたらポコジロになるかも、名前の候補は。名前の候補はポコジロになります。性別関係ない、そうよそうよ、もうポコ太郎がメスで太郎な時点でオスでもメスでもポコジローよ。まあ、性別で飼うこと決めたわけじゃないんですよね。一応なんかペットショップの方に性格で構わない初心者に飼いやすいおとなしいハムを連れてきたと思ったんですけど、なんかあんまおとなしくなかったですね結構暴れん坊将軍。いやおとなしい方なのかな、もしかしたらこれ結構一人で激しくなってるけど、まあでも噛まないかな、噛む1回ぐらいは噛むけど、そんな毎回噛むってことはないそうだ、次の次はポコサブロ、ポコシ、ポコシロ、ポコゴロ、ポコロク、ポコムツロ、ポコ七ロ、ポコ八ロ、ポコ九ロ、ポコ十ロ、最後はポコ十兵衛かなまあ、うちはちょっと1匹買うので精一杯なんで2匹目は買いませんけど。そうだよ最後は10兵衛になるよ。ジュゲムジュゲムみたいになってきてるジュゲムジュゲム、ここを盗り切れ、あれも10兵衛だった気がする、あれ違ったか、ちょっと思い出せないな。
主ゲーム、移住ゲーム、過去のすり切れ、会社利水魚の水魚松、ここら辺がごちゃごちゃ、なんか風来松だっけ、何枚だったっけみたいなありましたよね。小学生ぐらいの時覚えませんでした、受験も。風来松、風来松、食う寝るところ、住むところ、ヤブラ工事のブラ工事、パイポ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 、シューリンガンのクーリンガン、ここら辺もあやふやポンポコピーノ、ポンポコパーノ、直球名のチョウスケ、なんか小学生ぐらいの時永遠に覚えてた、頑張ってふふふ。落語なんよね。劇で他のクラスが授業もやってた。なんかこれ話的にちょっとかわいそうな話なんですよね。なんか子供の名前が長すぎて川で溺れてる子供の子供を助けようと思って、なんか子供の名前呼ぶんだけど、子供の名前が長すぎてなんか呼び終わった頃には川で溺れてたみたいな、なんか結構悲しい話じゃなかったっけ、あれ違ったっけ。ちょっと名前覚えることに精一杯で、あまり話の結末っていうかストーリーが終えてないけど、なんかそんな感じだった気がする。あ、違ったか違ったらごめんなさいね。でもそんなんじゃなかったっけ、なんかちょっと悲しい結末じゃなかったっけ。そうよ、正解だって、正解だってさ。結末何種類かあるんかも。あ、本当に、なんか私が小学校の時習ったのはなんかこれなような気がするような、どうだったかしら、どうだったかしら最近ツイッターなんかなんて投稿したらいいのかわからんくて、なんかね、コロナの時に全然ツイッターツイートしてなかったんで、いっぱいその療養終わってからはツイッターツイートして、まあ、ツイートしたらフォロワーも増えるからやっぱどんどん発言していこうって思ったんですけど、なんか全然もうブランク、コロナ前からブランクなんですけど、ツイッターブランク、何を投稿したらいいのか分からなくて、本当はね自分の自撮りとかを載せようと思うんですけど、今日載せようか迷ってなんかポコ太郎になったんですよねあれ私いつもどうやって載せてたっけって、なんか最近難しい、告知、引用リツイートの告知以外あんまできてない、うん、スランプなのかな、スランプ、うん、迷う、その写真を載せる時の文章に迷うもう無言で載せるかも、最近スランプです、うん。迷ってポコちゃんになっちゃったんだよね。明日はいっぱい なるべくツイートしよう、うん。ほのたんはあでツイートしてなんね、ほのたんさんね、あれどういう意味だったんだろう。ちょっと今日 STU メンバーのツイッター見てみるね、どういうツイートしてるのか見てみるね。みんなが一体、ちょっと市場調査してきます、市場調査してきます。湯浅さんがイでリプどういうこと、アイおはようツイートする、おはようツイートは私が起きてたらしたいけど、たまにするんだけどな、ちょっと起きれてないですね朝は、あんまりだから私がおはようツイートしてる時は大体仕事で朝早い時ですね、うん。
いやいいよね。だってリネタンとかさ、なんか毎回もうツイートすることあるじゃん、ねむねむにゃんこみたいな。いやああいうのいいなって思いますね。もう私ほっといたら全然2日3日全然ツイートできない。悲しみず。たまに会心のツイートあるから、おきぽんフォローしてて楽しい。会心のツイートある？最近あんまないんだよな。うつみりねこうぶん強い、つよつよのにゃんこ、ねむねむにゃんこなんじゃけど、みんなはみんななんてリプしてるんだろう。ねむねむにゃんこ落ちしてんのかな、ちょっと見てみよう。リネタンのツイートは見てるけどリプ見たことなかった。ちょっと見てみよう、ファンの人もねむねむにゃんこってツイートしてるのかな。ちょっと覗いてみますね。気になってきた、急に。急な探求心。見てみよう、参考にするよ、ツイッターの今後の。さこちゃんはこう頻度少なめだけど特徴あるから気になるよね。さこちゃんはね、あのね、空白開けてるからね、あの長いんですよ、タイムラインに出る長さが。なんか横じゃないよね、縦で流れてくる。だからこうやってスクロールするうちの4分の3サコ姫かって時があるから、確かに頻度は少なくても覚えやすいですね。わりかしあの分かりやすい、縦長なんですね、あの子のツイッターは。でさこちゃんほんと将来めっちゃ期待してるから。ただその時にあのツイッターだけはどうするんだろうって今思ってる。やめてほしくないような気もするし、まあ永遠にあれを貫くのもいいのかもしれない。通知を開かせる作戦かも。ああ、私人の通知を取ったことわかんないけど、あそこまで長かったら全部見れないのか、通知取ってても。もしかしたらそうなのかも。さこちゃんの通知取ってる人は毎回最後まで読めないのかもしれません。いいね、気になって行っちゃっていいね押しちゃうね、それは。かもしれませんね。ちょっと飲みますね。青い。47分、もうちょっとで配信終わりましょうか。そろそろ配信終わります。明日が LINE ライブで配信があるのです。パン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 、ぜひ見てくださると嬉しいです。明日あります、 LINE ライブで6時からあります。ちーまる子ちゃんとかぶるね。そうですね、日曜日の大きなやつとかぶっちゃいますけども、まあちょっとちーまる子ちゃんもつけながら見てくださると嬉しいです。STU メンバー全員出ますとか、今いるメンバーみんなすごい大集合。なかなかないよね、全員で配信することって、なかなかない、ちょっとレアなのでお楽しみに。
ドキドキワクワク、ドキ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 。どうやったら見れるの？ LINE ライブで見れるんだよ。アプリを入れてみて、 LINE ライブのお待ちしてます。研究生も出ます。よろしゅ。ズキュンドキュン走り出す。そう、研究生お披露目、研究生お披露目がなくなっちゃったから、やっとちゃんとお披露目なの多分明日。まあ一応現地でも、現地のお話し会でもやってたけど、ちゃんとあのすごい1ヶ月ぐらい遅れちゃったけど、1ヶ月、うん、やっとお披露目になるので、もう記念、お披露目はやっぱ記念すべき回だから、ぜひ見ててあげてください。よろしくお願いします。デビューデイね、映像に残るってすごいよね。私お披露目の日映像に残ってないかも。あ、残ってなんか映像倉庫かなんかに残ってるかも。でも配信されるっていうのがなかなかね、記念すべきことなので、ぜひぜひ見てみてください。お願いします。50分、あと10分ぐらいあるな。どうしようかな。壇上読んでもいいんだけど、ちょっと早いかな。ちょっと早いかな。あと10分で今日が終わります。今日が終わりますよ。花は誰のものが有線の注目曲に入ってたよ。うん、有線ですごい聴きますよね。私ドラッグストアに行くたんびにすごい花は誰のものめっちゃ聴きます。ちょっと嬉しいです。ありがたいですね。だから結構 YouTube のコメント欄とか、その有線から来ましたって人が多い。みんな国境のこと東京って思ってたってめっちゃコメントある。違いますよ、東京じゃなくて国境なんですよ。なんでだろう、私初めから国境って知ってたから聞こえたことないけど、歌詞を知らずに聞いたらそう聞こえるのかな。確かに東欧高欧母音が一緒なのか、公共。すごいコメント欄に書いてた、東京が消えたら争うことなんかなくなるのに。それはちょっとねえ。それはちょっと強すぎますね。国境でございます。うん、争うことなんかなくなるのに。東京ヘイトソング、やめれやめれ、誤解を生むでしょうが。違いますよ、歌詞にさ東京って入ってる曲はいっぱいあるだろうけどさ、歌詞に岡山って入ってる曲どれぐらいあるんだろう。東京ってさ、なんか歌詞めっちゃ出るくないですか。深夜東京の6畳半夢を見てた、あーとかなんかいろいろある気がする。岡山あるかな、あんま聞いたことないんだけど。作ろうぜ。作ろうぜ岡山。まあ私が給食の時に流れてたやつは、地産地消地産地消岡山、ヘイ地産地消地産地消岡山って曲はあったけど、本当にそれぐらいしか聞いたことないな。探してみよう。広島ありそうだけど、岡山、広島も聞いたことない。私あんまあるかな、なんか
効果ならいっぱいあるんじゃない。効果ね、どうなの効果って、あんまなんか県名とか入れなくないですか。入れるかな、なんか大体我がなんとかって言ってる気がする。こうどの学校でも使えるなんか歌詞な気がするけど、そんなことないのかな。私なんかメンバー同士で校歌歌い合った時に、初見の校歌なのになんかどこか聞いたことある校歌いっぱいあったんだけど初見の校歌なのにあれ聞き覚えがあるぞみたいな結構あったんですよね。あ、カープの歌、確かに。カープカープカープ広島広島カープ確かに ダウンタウンでやってほしい。あ、水曜日のダウンタウンね、確かに。節47都道府県歌詞ある説みたいな。なんか年齢はね、どっかの年でなかった、0歳から100歳まである説みたいなのあったけど、なんか50何歳がなくって説立証されなかったのはなんかすごい覚えてるんですよね。いろんな歌詞探してもどっかなんか50代60代らへんのどっかがなかった気がするとかさ17とかさ、なんか20歳とか節目はいっぱいあるだろうけど、なんか絶妙な年とかって意外にない行く盗んじゃう、そう多感な時期なのかな15歳。盗んだバイクで走り出す、私的にはあの夢見る15のイメージだけど、15歳といえば女の子やからね。夏祭り手をつなぎ花火を見上げて、お、ポコが動き出したよ、私のフィフティーン聞いてそろそろじゃあ壇上を読みましょうかね。13位から読みます、ちょっと待ってくださいね。13位市下さん、12位真っ赤さん、11位新潟のひろきさん、10位ジェリーさん、9位がイストさん、8位がホクさん、7位がペルさん、6位ミーさん。なんかたまに1回転するんですよ私の視界の端で、すいませんね5位塩さん、4位こばちゃさんでした。13位からまで皆さんありがとうございました。そして3位がバンボシさん、2位がキノコのみさん、1位がトートーさんでした。3位から1位まで皆さんありがとうございました。いやポコが一回転してる動画ねあるんですけどね、ちょっとなんかツイッターに載せるのもちょっとなんかあれだから、スペサボインでも載せるほどの、あーすごい一回転した、なんでだろう、回し車が合ってないのかな。でもねなんかもっと大きくなったら絶対ねぴったりなサイズになると思うんですよね。まだ体がちっちゃいから多分回し車に回されてる、すごい一回転するんですけど、おお、なんかすごい、どうしたんだろう、今日1回転めっちゃする。そうなんですよ、回されてるんですよ、回され車になってる。危険なのかな、ちょっと足車新しいの買おうかな、遊んでるのかな。でもなんか結構よくあることっちゃよくあることだし、でもなんかこんな立て続けに回されてるとちょっと目に入っちゃいますね。今日はありがとうございました。明日は LINE ライブ配信よろしくお願いします。ぜひぜひお待ちしております。というわけで皆さんありがとうございました。
ああダメだ、ちょっと気になっちゃう。おやすみなさい。やばい、目が覚めてしまった。どうやって寝る？ポコと遊ぼう。おやすみ。59分、バイバイ。また明日お会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。さよなら。いつ切れるんだこれ。これずっと手振っとこう。